お願いします。戦後の日本政治の表と裏を知り尽くす人物が初めて映像メディアのロングインタビューに応じた。読売新聞グループのトップ渡辺恒雄。当時は無鉄砲で恐れを知らなかったね。危険を犯さねえと得だらない。リアリストにならなきゃ政治の裏は分かんないもん。金の流れは全て決めてんだ。面白い人だったからね。裏もって全部知ってるから、こっちの話もいろいろ泣いてたよ。あの虎みたいな人はね、って泣くんだよ。要するに騙されたの。騙して騙される世界、騙される方が悪い。菅野さんの横にいるっていうのはですね、もうなんか中川一郎師匠を超えるような存在に見えましたね、私には。秘書会、それはできることじゃないですよ。一記者が戦前にはこんな記者いません。で、戦後も渡辺さん以後はそんな記者が出なくなる。僕の経験からするとね、全く生臭い人情、いろんな意味での人情が政治を動かしてるな、外交を動かしてるな。新聞記者っていうのはそこまで入らんと分からんわけだよ。